そして点が取れないっていう、ね、状況があったと思うんですが、はい、上村さんとか、ね、下田さんは一番このチームの後ろから全部見てらっしゃるわけじゃないですか。でそういう中でストレスが積もるというか、やっぱりイライラ感があるじゃないですか。点が取れそうで取れないっていう、そういう時に例えば上村さんの選手を集めて何か言ったりとか、選手の間で何か言ったりとかってことはあったんですか。ないよね。あんまないんじゃないですか。あまりそうかな。守備もね、攻撃も、うん、とにかくみんなでやるもんなんで、うん、だからまあ前線の選手が点が取れないとか、うん、守備の選手が失点しちゃうとか、そういう感じじゃないんで、うん、とにかくみんなとして、みんなで戦って得点が取れない、みんなで戦って失点をしてしまうっていう、まあ、その繰り返しだったんで、とにかくまあ本当何がいいことで何が悪いことだっていうことを、まあ練習の中で、まあ、みんながお互いがこう確認し合いながらやってた結果だと思いますけどね、うん。まあ、そしてもう一人ね、下田さんもそれを見てらっしゃって、はい、点が取れない時にこそやっぱりこの最後の守りっていうのがあったと思うんですが、はい、本当に先ほど、ね、お伺いしたらスーパーセーブあまり覚えてないとおっしゃいましたが、本当にいいプレーがね、今年はあったと思うんですよね。そうですね、やっぱなかなか点が取れない時期っていうのは、うん、なんとかとりあえずゼロに抑えようっていう言葉が、ディフェンダー陣と守る後ろ気味の選手の中で声が出てたんですね。そういう団結っていうのは、1点を取った時にさらに固まって、絶対ゼロに抑えるんだっていう気持ちがさらに高まって、後半戦ではいい、まあ失点が少ない試合っていうのができたんだと思いますけど。でも神がかり的なセーブたくさんありましたよね。 PK 阻止率 100% ですよ。すごい、すごい、これはすごい、すごい、1個自分で作ったからね。まあそんなツッコミもありましたが、すごいことですよ ね、だってだって連続無失点の記録もありましたよね、うん、J リーグ記録ですね。で僕が思うに、はい、シムはもうそのボールを止める技術っていうのは間違いなく高い、もう昔から高いとは思ってたんですけど、うん、その今年守備範囲がすごい広がったっていう僕は思いあるんですよ、うん、その今まで僕は思うにはですよ、僕はキーパーコーチでも何でもないんですけど、クロスとかに対してそのキャッチできるボールに対しては出ていってた感じがあったんですけど、もうしっかりキャッチできる自分のタイミングでいけるタイミングは絶対行ってたんですけど、今年はパンチングでいけるところにチャレンジしていくようになったんで、守備範囲がめっちゃ広がったんで、まあそこが僕は大きく変わった中で、今もっとボール止める技術はずっとあったんで、余計そういう風に見えるんじゃないですか、うん、と言われましたが、どうですかご本人では。そうですね、やっぱ今シーズンっていうのはやっぱパーチングするっていう機会が多くて、自分でもそう感じてましたんで、うん、周りのみんながそう感じてもらえるんならやっぱり嬉しいですね、うん。そしてね、これだけ長いと精神面もすごく大切になってくるんですが、カズ選手、そういった面ではどうですか。43試合モチベーションを維持するの大変だったんじゃないですか。そうですね、やっぱ開幕の時はやっぱり始まったばっかりなんで、やっぱみんな頑張ろうっていう気にはなってたと思うんですけど、自然と、うん、やっぱ第2第3クールになるとやっぱり、まあ、なかなかモチベーションを上げにくかったというか、うん、そういう部分ではやっぱ勝てなかった原因だったとは思うんですけどね、うん、そういうのを変えられたのって何かありますか。まあ、特にはないんですけど、やっぱりそういう苦しい時期からやっぱみんな逃げなかったのがやっぱり最後の今日につながったかなと思うんですけど、うん、本当に今年実はちょっと意外だったのは、小野監督ってのはものすごい理論派だ、まあ、もちろんそうなんですけど、それ以上に精神力とかそういう面をここまでやっぱり重要視されるとは正直思ってなかったんです。で上村さんにちょっと話聞いて、キャンプの時ですか、テントで野宿したことがあったらしいです。あれ、いや嘘でしょって言ったら本当にいいって話で、もうそういうところで精神面っていうのをそこから鍛えていこう。そうですね、最初春のキャンプは本当にいろんなことをやりましたね、はい、サッカーはちょっと二の次っていう感じでした。さあよくついてきてくれました。はい、さあというわけでお知らせの後は、指揮官小野監督の1年を振り返りますよ。